ギリ食えるものを持ってきたやつが勝ち大会。いやー、はい、どうぞ。おせと、もちです。というわけで、はい、この世には食べれるものと食べれないものがあります。あります。そうですね。その中でも、食料なくなっちゃったらギリ食えるなーみたいな。そうね、今回はそんなものをおのおの持ってきてもらいましたんで、はい、それを全員で食べていって一番ギリギリ食えるなって思ったやつが勝ちです。なるほど。そうだからもう、はい、なんだ、例えば鉄だったらもう食えないじゃん。まあ噛み切れないしね。そう、行き過ぎてる。そうね。でもめちゃくちゃ美味しくないグミとかだったら食えるじゃん。食える。ダメなんですよ。この狭間で競おうぜっていう話です。というわけで今回はギリ食えるものを持ってきておいでスタッチです。やっていきましょう。サイシひどかったかつ。まず僕いいですか。あ、いいですよ。怖いなぁ。生きてー。最初普通に食べ物なんですよ今日持ってきたの。食べ物は食べれるやん。でもポイントがあって、まあこれ冷凍食品なんですけど、うん、1日か2日ぐらいその常温の状態で放置してたものなんですね。ひしょマジで。それを持ってきました。こちら、うわ、焼きおにぎりバーガーです。いやでも食べ物じゃん。要冷蔵マイナス18度以下って書いてある。まあ別に見た目は普通だな。うまそうではなくない？え、じゃあお前から食っていい？え、マジで言ってる？うまそうなんでしょ。おい、なんで特務担当みたいになってる。とりあえずじゃあいただきます。はい。うわ、希少なんか。マジで希少ない。なんかめっちゃ匂いはいいんだよ。そらそう。俺も行きます。いただきます。そんなに？米パリパリ。ありがとう。硬い。まあでもうまい。まあうまいな。まあまあまあ多分うまい。全然食える。これ全然食えるじゃん。これはまあ一日放置しても食えるということですね。そうね。もうちょっと日にち置いたら分かんなかったもんね。それはそう。そうかもね。まあ、暫定1位です。暫定1位、暫定1位。全然食えるけど暫定1位です。次行ってよろしいですか。あー、いいよ。いやね、塩梅が分かんないんだよな自分の。これです。ペットフードにかけるふりかけです。うわー、頭おかしいじゃん。うわしかもふりかけってところが絶妙なんだよな。うわー、あー、うわー、おえつする人の顔してた。犬すぎる。犬すぎる。一回嗅いでほしい。うわー。うわ、犬すぎる。うわ、やばい。うおー、犬だ。魚。くさ。犬魚豆。くさ。そう、犬魚豆様。犬魚。まあでも、もう食料が米がなかったら食うもん。食う。確かにな。俺、小麦は限界状態だから。限界だったら食う。食う。いただきます。やつじゃん。見てるのがすごい。きついよ、なんか。あー、後から来る。戻しを一人。はい、うわ、いただきます。あーあーあー、これ、これなんか考えちゃうと苦手だわ。うん、わかる。犬の餌だって思ってると本当に気持ち悪い。うわうわ、もう無理だ俺。これ苦手だ、マジで苦手だこれ。やばい。待って、これやば。いや、俺これね、ギリ食えるよ。いや、でも、ギリ。ギリ食える。ギリ食える。おえつしてもギリ食えるから。そう、ギリ食える。この極限状態になった時に、これしかなかったら、うん、一口目、二口目はちょっと躊躇するけど、もう、五口目ぐらいからガンガン食える。もう、こうやって食える。いや、くそ。もう、ラッパ食いできる。じゃあ、ギリ食えるで。結構いいね。これ、いい、いいね。いいライン。ライスバーガー超えてます。じゃあ、俺いきます。待って。なんで？じゃあ強さレベル教えてよ。だからもう、うんこが10だとしたら、どれぐらいか。わかんねえ。いくよ。うん。せーの、5。あー、負けた。でもこれが10だとしたら、マジで7ぐらい。俺のイメージは。じゃあこれうんこや。いや、でもうんこは食えるからそっか。じゃあ、うんこは食えるな。あ、じゃあ、じゃあ、どういうことこれが、これは食えるから。こう。じゃあ、性癖は混ざっちゃった。はい、僕が持ってきた商品は、これです。おい、ニベアじゃねえかよ。甘いことしてるわ。いや、思ったんだよ。ニベアのディープモイスチャーリップクリームなんだけど、これね、バニラ&マカダミアフレーバーなんですよ。思ったんだよな、そういう薬品系も。そんなちゃんといく？
はい、やばなんかミルキー、ミルキーみたいいいじゃん、美味しいじゃんミルキーみたいなナッツじゃん、ナッツ、ちゃんといただきます。溶けかけの飴か、うわ、いただきます。うわ、これダメじゃん、不快感、ただただ不快感だけど、そう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 、うわぁこれこれでこの後、あ、うまい待てるよもうちょっとうまいんだよ、こっちと比べてどうかって話なんで、俺はこっち食いたいよ、こっち食うなら。いや、結構どっこいどっこい、マジ、すいません、同率ってことでいいですか。はい、同率だね。はい、いきます、ラスト。はい、僕が持ってきた商品はこちらです。これはこれはこれ何、これこれ猫の餌です。おい、かぶっちゃったから先行きたかったの。いや、そりゃそう、ほぼかぶっちゃったから先行きたかったの。犬 vs 猫よ。見た目はなんかさ、おしゃれじゃない、ちょっと猫ががっつり映っとるよおしゃれだよ。クリスピーキス vs サヤ何をさ競ってんだよ俺らの動画で。手からあげる幸せって書いてある。そうなんだよ、もっちが手からあげるよ。えー、厳しい厳しいって。おー、うわ、一人っ子クッキーだ。クッキーや、クッキー、うわ、くっさえ、くっさやばいやばい、嗅いでみ嗅いでみ、これが臭いの、シンプルに。うわー、くっさちゃんとだ、ちゃんとそれの匂いがする。しかもでけえし、キーツ、キーツだし、もっちの手、B でしょ、 B でしょ。あー食べた？やだ。あ、でもそう、う、あ、イケメンになった。うーわ、これな、アタルがイケメン系くる。ガチャ、あー、うわっ、うわっ、カリカリってよ。え、もう素敵にさやより低い。で、来るでしょ、バゴンでしょ、ホームランバッターだね。親食うよ。お、やだやだ、気持ち悪い。うわねえ、食べろって。いや、猫ってそうやん。いや、食べろ、ここびっちょうなるよ、食べろって普通に。おい、なんだよこれ。おい、お前、あー、3口目ぐらい来る。ん、おい、いける、はい、いただきます。なんかね、あのアメリカとかにあるさ、あの形が芸術的なパスタあるじゃん、ちょっとこういうなんか丸まってるようなさ、ペンネみたいなやつ。ペンネ必要でしょ、うん、ペンネずっといるもん、この辺に。俺まずくもないんだけど。嘘でしょえ、俺さやのがきつい。嘘でしょ。じゃあ一番ギリギリ食えるなって思ったものに投票してください。はい、はい、いきます、せーの。おお、割れた、割れたね、綺麗に割れちゃったな、割れたな、マジか。どうする、のせがこれ食べれたら、でもこっちでもじゃあ食べて、飲めたら、なんでなんで、飲めたらこっちで。ちなみに今飲めてない、お前しか食べられないのはあれだから。そうだよ、日本ではね、多数派が勝つやだやだ、無理で。レッツゴー、クーサクーサ、もう本当に頑張れ頑張れ、ね、猫の餌って思うからいけないんだ。そうだよ、うーん、あ、お、飲んだ、食った、あ、お、ほらほらほら、いけるやん。じゃあこっちだ、これだ、はい、優勝、優勝はクリスピーキスでした。うわ